こんにちは、ともこです。今回の動画はフランス・トゥールーズからドイツのフランクフルトまで飛行機で2時間、その後トランジットタイムが2時間で、フランクフルトから日本の名古屋空港まで約12時間の飛行機の旅を2歳児とする様子をビデオに収めてみました。よかったら最後までご覧ください。飛行機に乗る前に腹ごしらえをしています。私はコーヒーで、バレンチーノはスムージーで、朝ごはんあんまり食べなかったのでサンドイッチを1つ買いました。行こう、水飲む。お水も飲んで。はい、ビー君は固いパンのサンドイッチが大好きです。おいしい、ビー。今から飛行機乗るよ。ピッ。うん、早く食べね。ほやで。な。パチーやびょ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 ー。こんにちは、ともこです。もう空港に着いて、今ボーディングタイムが始まって、みんなが乗り始めています。バレンチーノと私はいつも最後に乗るので、最後に乗ろうね。パパー。うん、こんにちはって言って。バレンチーノはなんかずっと座ってるのが嫌なので、いつも最後に乗ります。こんにちはって言って、みんなね。今から飛行機に乗ります。それではまた。怪我したの見せて。うん、膝痛いね。この飛行機に乗ってました。今からバスで移動です。ビビ。お昼はサーモンと卵のサンドイッチと、ウィー君にサンドイッチを買ったのですが、なんかドイツのサンドイッチは気に入らなかったみたいで、朝買って残っていたサンドイッチを食べてます。ピック、おいしい。おいしい。今ルフトハンザで乗り換え中で、ちょうどバレンチーノが喜びそうな遊び場所を見つけたので遊んでいます。ピック、うぃ、階段ね。階段の。
青い。ああ、これはピンク。ああ。羊？羊のシール貼ってじゃあ、はい。ピー君は羊のシールで遊んでまーす。私はカツカレーで、バレンチーノは韓国風のチキンです。でもバレンチーノはもうチョコレートを見た瞬間からチョコレートが欲しくなってチョコレートから食べて、今はそうめん、おそうめん、冷たいそうめんを食べています。おいしいビー。コンビニの おにぎりおいしい、はい、初めて日本これ、うん、また緑だね、うん、緑好きやね、うん、初めて日本で食べるご飯はコンビニのチャーハンおにぎりでした。両親との再会の瞬間を動画に収めたかったのですが、すごく重いリュックを数えていて、プラススーツケースとバレンチーノの手を引いていたのでカメラを出す余裕がありませんでした。結構残念でしたが、まあしょうがないかなと思っています。行きは2時間くらいしか寝てくれなくて、で隣の隣にも子供がいたのですが、その子は8時間くらいずっと寝ていたので、なんかすごく羨ましいなと思って、隣を結構チラチラ見たりしていました。でも帰りは4時間ぐらい寝てくれて、プラス 2,3 時間動画を見せていたので結構楽でした。ビデオ最後まで見てくれてありがとうございます。それではまた次のビデオで、バイバーイ。